際秋の日はいつもと同時に扉を叩く音は絶えずひどく不参考で招かれた最悪の日は悪夢のように水色を裏切る者奴らは駆逐すべきでいた。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。何を捨てれば悪魔を押しのげ日々さえ決して欲しくなどらない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ全ての犠牲は今この時のために。その奇跡が自由